い、皆さんこんにちは、ぜんちゃんです。さあ今回は2020シリーズ1の山本由伸さん使っていきたいと思います。もうすでにですね、育成は終わらせていて、最強決定戦のオーダーに入れないといけなかったので、もうすでに称号もつけてあります。でですね、もう最強決定戦の結果は出てるんですけど、最強決定戦の結果報告の動画は明日あげたいなと思っているので、まあ、最強決定戦の詳しい話は明日していきたいなと思います。で今回新シリーズの山本由伸さん使っていくわけなんですけど、去年のシリーズ2と比べてかなり球種の変化が出ています。でよくね話題になってるんですけど、まあ、去年の山本由伸さんが強いのか、今年の新しいシリーズの山本由伸さんが強いのか、まあ、そういった質問がたくさん寄せられてきたので、まあ、先にどっちが強いのかっていうのを解説していきたいなと思います。まず変わった点を見ていきましょう。変わった点一つ目が高速シュート。高速シュートの変化量が一つ落ちています。で次にスプリット、スプリットもシュートと同様変化量が1落ちています。まあ、あとはスローカーブの球威が F から E に上がったりしてるんですけど、まあ、それはいいとして、大きく変わった点がこれから話す2つです。まず1つ目がツーシムが E から C に上がりました。そしてもう一つの大きな変更点が、縦カットが完全になくなりました。こういった、球種の変化があったわけですが、実際にですね、今シリーズの山本由伸さん持ってる方とルーム戦をしてもらって、自分もですね打ってみました。まあ、今回は打った感想も含めて話していきたいなと思います。まあ、まず高速シュートですね。まあ、高速シュートの変化量が3から2に1つ落ちてるわけなんですけど、これはですね全くと言っていいほど変化に差はなかったと打ってる時は感じました。まあ、もともとですね高速シュート3っていうのが大きい変化量ではないですし、まあ、それがね1つ落ちただけじゃそこまで変化がわからなかったので、高速シュートに関してはそこまで気にすることはないのかなと思います。で次にスプリットですね。まあ、スプリットも変化量が4から3に落ちてるわけなんですけど、まあ、スプリットもそこまで気にしなくていいのかなと思います。まあ、新シリーズの山本由伸さんを打っていて、まあ、変化量1だけだったら、まあ、そこまで変わらないなというのをなんか改めて感じた気がします。まあ、例えばこのスプリットが5から3みたいに2つ変化量が減っていたら結構違いっていうのが分かったと思うんですけど、1つだったら、まあ、そこまで大きな差は感じないので、まあ、スプリットもシュートと同様そこまで気にはならないのかなと思います。やっぱり変わってくる点がこれからですね。まず縦カット、まあ、山本由伸さんといえば変化量1の縦カット、まあ、こういった印象もあったと思うんですけど、ここ最近ですね縦カット打てる人増えてきてます。これですねもう実際に自分が投げていても感じるんですけど、まあ、この変化量1の縦カットっていうのが結構初見殺しというか、まあ、慣れるまで打ちにくいよねっていう球種になっていて、本当にね去年のシリーズ2の山本由伸さんが出た当時は自分もですね結構打つのが苦手で、まあ、縦カット打ちづらいなと感じてたんですけど、まあ、慣れてきてここ最近打てるようになってきましたし、まあ、そう感じてる人も増えてきたのか知らないですけど、縦カット今投げたら結構打たれます。まあ、やっぱりねみんなが慣れ始めてるっていう点では縦カットも結構打ち取るのが難しい球種にはなってきたので、まあ、もちろんですね縦カットあるに越したことはないんですけど、ないからといってそんなに弱くなったわけではないということは分かっていただきたいなと思います。まあ、今話したことだけだと、まあ、変化量が減って縦カットもなくなって弱くなったんじゃないのか、まあ、そう思われる方もいると思うんですけど、もうそれを全て凌駕するというか、もう覆すのがツーシーム C です。ツーシームですね、よく言われているのがツーシーム C になると世界が変わってくると言われています。ツーシーム C、 そしてツーシーム D 以下、ここのね差は本当にでかいので、ツーシームは C になった途端化けます。で今回の場合ですね、ツーシーム E から C と2段階も上がっているので、まあ、それがより感じやすいというか、もう本当に強くなってると思います。ツーシーム E だとですね、結構ツーシームを狙っていてストレートが来た時も変化量がそんなにないからストレートを巻き込んで打ってたんですけど、ツーシーム C の場合はですね巻き込んで打つっていうことがなかなかできないので、ストレートとツーシームの投げ分けが今シリーズからできるようになっています。まあ、以上球種について話していたんですけど、結論どっちが強いのか、まあ、それはですね今シリーズだと思います。なので継承するかどうか迷われている方は継承しても全然問題ないと思います。まあ、最初は自分もですね継承するかどうか迷ったんですけど、まあ、実際にルームで試してみて、まあ、こっちの方が打ちづらいなと思ったから今回継承させました。まあ、それでは実際にリアタイで使っていきましょう。どうぞ。それでは試合の方に入っていきたいと思います。先行ですね、相手の方が去年のシリーズ2の菅野さん。本当にね菅野さんといい山本由伸さんといい、まあ、結構ねこの変化球が変わってきてるピッチャーが多いので、ガチるのであればもうリアタイ用とリーグ用分けていくのも大事になってくるのかなと思います。だからねこの菅野さんもタイピンがないですし、縦スラとねあとフォークの変化量が3なので、やっぱシリーズ1に比べたら全然打ちやすくなってきます。A ランクを複数枚貯めて
2体持ちするっていうのも考えなければいけないと思います。リアタイメインの人だったらもうスピリッツ解放だけ考えればいいんですけど、やっぱりリーグも強くなりたいと考えている人もいると思うんで、どっちも強くなりたいならもう間違いなく2体持ちですね。ワンシームかな、ワンシームで来ると思う。違った、でもこれはヒットですね。菅野さんも今ワンシームがいいか、ワンシーム E だとね、ワンシーム E 狙っててストレートっていうミートカーソルの動きが簡単にできるので、例えばワンシームが C とかに仮になったりしたら、もう打つのが段違いに難しくなってくると思います。あ、やばい、ストライクか。さあ普通に見逃しちゃいました。めっちゃコントロール良かった今これね、まあ、今のはちょっと手が出なかったんですけど、まあ3になってから打ちやすいっちゃ打ちやすいからな。オッケー、小笠原さんその角度は最高。ホークスピッチャーが変わります。さあピッチャー変わりました。増田選手、増田選手ですね、自分も使ってるんですけどかなりいいです。もうね、なんだろう、やらしい、もう一言で言うとやらしい。いい球種めちゃめちゃ持ってるんで、まあ、カットボールとスラーブっていうのも初動は結構似てますし、まあ、シンカーの、ね、変化量もあってツーシームもある。これを狙って、いや今の三塁ランナー帰れないのか、今ので帰れないのもちょっと痛いな。あーくっそ。それでは山本由伸さんの初登板ですね。そう、特殊能力はですね変わってないのでこれだけ落とすことができます。やっぱり初球はミート C から、特にね自分が打ってみた感じ、右バッター超打ちづらい、これが狙えるんですよ右バッター。今まではツーシーム E っていうあんまりね変化量の差がわからない球種だったんですけど、ここに投げてあげることによって、もうここ投げたらボール球になるんで、この見極めがかなり難しくなってきます。自分はですね、あの右と左の打ちづらさっていうのはあんまりないんですけど、山本由伸さん最初打ってる時はやっぱり右の方が打ちづらいなと感じました。まあ、これはね人によって結構変わってくると思うんですけど、この頃が増えてきます本当に、ツーシームが増えることによって。で安定のねこの特殊能力の強さ、新シリーズのギータもミートが62になるんで、やっぱりこの能力下げる能力においてはやっぱり長けてますね他の選手に比べても。であれだけツーシーム投げておいて、あれ打たれました、打たれました今のはちょっと見逃して、やっぱ手が出ないですねって言おうとしたんですけど、今のはちょっと相手の人が一枚上手だった。前のシリーズの山本由伸さんっていうのはもう全部の球種はある程度やっぱり強いんですよ。ただ追い込んでからの決め球とかそういうのがなかったので、やっぱ決め球としてもツーシーム C っていうのはもう投げてあげるだけでも十分なんで、そこの変化も大きいと思います。まあ、できるだけ点を取って、まあ、最終回しっかりと抑えていきたいなと思います。進化をね狙ってあげると、うん、なんかやっぱり外野の守備いつ治るんだろう外野の守備が治らない限り今の打高投手、超打高投手の環境は変わらないんで、多分コナミさんもねあんまり原因が分かってないんじゃないかな。原因が分かってたらねすぐ治せると思うんですけど、なかなかそこら辺の調整が難しくうまくいってないんじゃないのかなと思います。多分ねあくまで推測なんですけど、まあ、分かってたらすぐ治してくると思うんで。さあカットボール、カットボールもねすごい、ただワンスリーこうなると大体絞れます。ツーシームかシンカー、オッケー、これ入ったんじゃない。さあピッチャー変わりました、田口さん。おーなるほど、田口さんね、ツーシームなんだっけ、今年からね確かツーシームが D になってるんですけど、このシリーズは E のはずですね。田口さんも今年に入って強くなってますね。まあ、昔ねタイピン持ってる時の田口さんとかはなんでそれを投げる。さあ全部出ました、山本由伸さん、やばくないこれ。前のシリーズっていうのもあるけど2と53、もう右バッターはね結構打ち取れますこういうので、本当にこれが強い。もう右バッターはひたすらこれ投げててもいいんじゃないかレベルで通用します。これをちゃんと見逃してくる人はもう多分打率高い人だと思うんで、そういう人は、まあ、ある程度点取られても仕方ないのかなと思うんですけど、ここら辺ちゃんと見上げてくるのは超上位層ら辺になってくると思うんで、まあ、そういう人にはねもう正直どのピッチャーでもボコボコにされるんで、まあ、ある程度はこういう攻め方でいいんじゃないのかなと思います。でさっきも言った通りツーシーム C なので、それを意識させてあげるとこのストレートも普通に効いてきます。ツーシームとストレートの投げ分けができるようになったっていうのが
まあ、今シリーズの山本由伸さんの一番の強みだと思います。この人ねツーシームスプリットめっちゃ見えてる。スプリットの捉え方がさっきから完璧なんで、もうスプリット投げません今回は。だから本当にツーシームだけでも通用するよっていう証明になったと思います。でこういうねシュートとかも投げてあげると、入るんかい入るんかい、すごい今弾道だったな今。やっぱ左バッターには打たれやすいのかなっていうのは正直ありますね。本当に左と右でこれだけ明確な差が出てるんで、まあ、左のバッターで固めている人とかはもしかしたらそこまで苦にならないのかなとは思います。まあ、あとはこういうギリギリにストレートとか、これもツーシームが意識あったら振っちゃうんですよね。この強みがすごいあると思います。というわけで、山本由伸さん使ってみたんですけど、本当に継承するのがいいとは思います。まあ、中にはですねツーシーム小さい方が打ちやすいとか、まあ、やっぱり縦カット苦手だから縦カットある方が打ちづらいっていう人もいると思うんですけど、まあ、基本的にはツーシーム C の方が強くなってくるので、まあ、継承させてあげて間違いないのかなとは思います。まあ、またね今後山本由伸さんと対戦する機会も増えてくると思うので、まあ、またねバッターとして対戦した時もそういった目線から話していきたいなと思います。この動画が良ければチャンネル登録高評価ぜひお願いします。それでは皆さんさよなら。